どう？頭の方はすっきりした？待ってたんだよ。君はこれから始まるショーの唯一の観客。寝ぼけ眼で見られちゃ困るからね。それって君自身の話だよね。まだ思い出せないの？君が暗殺者ファルコだった時の本名は？柳生だ。柳生隼人。そう、それが君の本当の名前。君は劣気とした日本人であり、だからこそ警察官として採用されたわけだ。その警察官である君が、よりによって大量殺人などという重罪を犯した。そんなことが世間に知れ渡ったらどうなると思う？警視庁の幹部の奴らの首が飛び、そのうち何人かは首をくくることになるだろう。そこで連中は君の戸籍を抹消することにした。この世界から柳生隼人という存在を消し去ったんだ。その結果、ファルコの体は国籍不明の暗殺者として収監されることになった。証拠番号は89号。それが君の体に刻まれた名前だ。ここまでよ。6年前、ファルコの体になったローハンは瞳の家を訪れ、彼女を抹殺しようとした。でもそれはうまくいかなくて、結局彼は踏み込んできた警官たちによって逮捕されてしまった。その後彼は裁判を受け、無期懲役の刑に。まあそりゃそうだよね。だってファルコの体はおびただしい数の人の命を奪ってきたんだから。暗殺者ってっていうと聞こえがいいけど、やったことは連続殺人鬼と同じ。無期懲役でも軽い方だと思うよ。とはいえ、本来であればその刑に服すべきだったのは君なんだけどね。ほんとラッキーだよね、君って。何をしてる？おい、6年前のシンクの後、ローハンの体に寄生した僕は廃人となった。
頭の中に次から次へとエラーデータが送り込まれてきたからだ。まあそのおかげで刑務所に入ることは免れたけどね。やめてー。ローハンの体は瞳に重傷を負わせた犯人だ。必然的に中に潜り込んでいた僕も含めて裁判を受けることになった。容疑は銃刀法違反、並びに殺人未遂。だけど僕は、裁判にかけられたが、精神鑑定の結果、兄貴は犯行当時心神喪失状態にあったという診断が下された。で、兄貴は特殊な病院に。君に与えられた選択肢は二つ。イリスと瞳。二人よりも先に死ぬか後に死ぬか、どちらかだ。もちろん僕は後者を選んでほしいと思ってるけど、誰も見てないところでショーをするほど寂しいことはないからね。さあどうする？三つ数えるから答えを聞かせてくれ。3 2 1。うりゃー、待て、違う。大丈夫か？この村へ兵でもねえよ。つうかおめえ、本当に伊達なのか？ああ、だがどうして分かった？相棒ってやつが電話で教えてくれたんだ。さっきの野郎との会話も盗聴みてえな感じで全部な。相棒が？そいつはどこにいる？見当たらねえみてえだが。サイトの左の眼下に。おい、どうした？悪いな、動けそうにもねえ。こいつを持ってけ。さあ早くしろ。アセトンちゃんと彼女のおふくろさんが危険なんだろう。頼む、二人を助けてやってくれ。イリス！伊達くん、君は花火は好きかい？僕は大好きだよ。ほんの一瞬のきらめき、束の間に見せる洗礼、わずかに秩序の閃光を放ち、たちまち混沌の中へと溶けていく。人の命も同じだよね。宇宙全体の歴史から見れば。ダメだ、照準が合わない。相棒がいないから左目の機能は使えないし。刹那の中で咲いて散る、たった一度だけ、瞬間だけ、二度と同じものには巡り合えない。だからこそ人生は美しい。そう思わない？一か八かでかけてみるか。
だがもしもイリスに当たってしまったら。というわけで、そろそろショーを始めるとしよう。これから君に見てもらうのは世界で一番美しい花火だ。飛び散る濃焼、舞い上がる血しぶき、ほんの一瞬のアートさ。だから瞬きせずにしっかりと焼き付けてもらいたい。その残された片方の目に。くそ、どうすりゃいい、どうすりゃいいんだ。水木、てめえ、私のイリスに何してくれたんじゃ。アセトンちゃん、助けに来たよ。待て、水木。どうだ、見つかったか。うん、どこにもいない。あの野郎、一体どこに。大丈夫だよ、このぐらい。私のことはどうでもいいから、早くあいつを。私は平気です。早くママを。相棒って女の子から連絡があったんだ。それでこれまでのこととか全部聞いて。もちろん入れ替わりのこともね。私も聞きました。さっきのあいつ、サイトってやつから。おじさま、本当のおじさまに戻ったんですね。うん、そうだよ。僕らが行かなくて誰が行くのさ。あ、だけど勘違いしないでね。私たちは別に伊達を助けに来たわけじゃないから。イリスとイリスのママを救出するために。分かったよ。なんか見物人が増えちゃったみたいだけど、まあいっか。ショーの観客は大いに越したことはないし、君たちも見たいでしょ、花火。それとも見たくない？そっか、見たくないか。それじゃあこうしよう。伊達くん、その銃を捨ててくれないかな。そしたら花火大会は中止にしてあげるよ。僕は引き金を引かないし、この女も速やかに解放する。嘘だよ、伊達。信じちゃダメだ。
さあ、そこから銃を投げ捨てるんだ。おっと、そうきたか。条件を飲むつもりはなさそうだね。伊達さん。いいよ、撃ちたいんでしょ。だったら好きにするといい。その代わり一発だけね。君はその一発で確実に僕を仕留めなければならない。もしも外したら次の瞬間ショーが始まる。この女の脳みそが水風船みたいに弾け飛ぶってことだ。さあどうする？この距離じゃ当たらない。肉眼だけで狙いを定めるのは不可能だ。相棒がいてくれたら、あいつの機能を使えば確実に仕留められるのに。鎮静剤の効き目がまだ残ってるのか。ダメだ、照準がまるで合わない。こんな状態で引き金を引くわけには。俺に与えられた弾丸を一発だけ外したら何もかも。ボルトアクション方式のナイフだ。一発外したらリロードしてる間に奴は。失敗はできない。瞳の命がかかってるんだ。くそ、やるしかないのか。頼む、当たってくれ。Well, I guess I just have to fucking keep... skipping. Come on. Either way, you're gonna get shot. よくできました。だけどまだ花丸はあげられないな。その銃を捨ててくれなきゃショーは中止にならないよ。1分やろう。1分以内に従わなければ僕は花火を打ち上げる。あとそれからもう一つ、君たち4人のうちの誰かが一歩でも動いたらその時点でカウントはゼロになるから。さあ
それじゃ始めよ。よーい、スタート。59、58。伊達さん、これを見て。さっきの子から映像通信が。アイボ。伊達、時間がない。よく聞いてくれ。さっきも言ったが、私はこいつの中から抜け出すことができない。強力な電流を浴びたせいで体の回路がショートしてしまったからだ。電気ショックを与えてこいつを失神させることも不可能。しかし一つだけ私にできることが。自爆だ。ちょうどいい。この機械にキーナンバーを決めておこう。コマンド41205。お前がこの番号を告げたら私は速やかに自爆する。いや、それだけではちょっと危険だ。さっきの数字は第一段階の解除キー。それを告げてから1分以内に第二のコマンドを発行したら。その第二のコマンドとは。俺が何か嘘をついたら。嘘？真実とは異なること、本当とは真逆のことを言ったら、そいつを第二のコマンドとみなしてほしい。お前のストレージのデータは。残念ながら根こそぎ削除された。今の私はローカルに保存されたデータのみで会話している。じゃあお前の本体が消えちまったら。私の存在は全て消滅することに。10、9。さあ言え、言うんだ伊達。6、5。伊達、コマンド。2、1。本当、君はつくづく間抜けな男だね。僕が約束を守るようなやつだと思う？これで花火の玉は5つになった。君が銃を捨てなければ1つで済んだのに。どういうことかわかるよね？そう、僕はこの女を処分した後、君たち4人の頭も吹っ飛ばすってことさ。まったくバカなことをしたよね。後悔しきりだよね。いいよいいよ、その燃え盛るような右の目。さあ、その目でしかと見届けるがいい。この女の哀れな死に様を。炸裂する脳中の花火を。アイボ、聞こえるか？ああ、もう他に手はなさそうだ。分かってる。コマンド41205を発行する。アイボ、アイボ。It's always gotta be the partners that kill. This is bullshit. てなくなれ。第二コマンドを確認。了解だ。じゃあね。Oh, they pulled the boys.
They pulled the boy's head explosion. R.I.P. Ivan.左目にいたの。ああ。なんで言わないかな。お前が焼くと思ったんだ。はあ。ありがとうございます、おじさま。礼を言うべき相手は俺じゃない。俺の相棒に。ファルコさん。ファルコさんなんですよね。その呼び方はやめてくれ。俺は伊達要、警視庁の特殊捜査班アビスの進化。おじさま、その左目は？ああ、これか。こいつはただの義眼だ。やかましくなくて、せいせいしてるよ。そうですか。ご覧の通り、ぴょんぴょんしてますよ。ぴょんぴょん、カンガルーがぴょん。手術、うまくいってよかったな。はい。ナノマシンが私の頭の中に潜り込んできて、ビビビビビーって悪い腫瘍を退治してくれたんです。あ、ビビビーなのかチュルチュルチュルなのかギルギルギルなのかはよくわからないですけど、とにかくそれで今はもうすっかり、お医者さんからはダンスもしていいって。そいつは何よりだ。すべてボスさんのおかげです。ナノマシンの治療費出してくれたのはボスさんですから。あ、でももしかしたらこの神社のおかげなのかも。私、時軸の核の木の実を食べたような気がするんです。どこか、夢の中で。もしもそれが本当なら、今のお前は不老不死ってことになるな。50年後のお楽しみです。場所だから、もう一度おじさまと一緒に来たかったんです。せっせっせーのよいよいよい、神社の神主さんがみかんの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんぽん。やったー！勝った勝った！そういえば、あの質問の答え、まだ聞いてませんでしたね。質問？
からの良き知らせはいつ届くのかな。おじさまがパパに変わるのはいつなんだろうってこと。私にとっては今の姿の方が馴染み深いんです。あの頃のおじさまに戻ったっていうか。それに正直顔なんてどうでもいいし、どんな姿になってもおじさまはおじさま。人間の価値を決めるのは見た目ではなく心でしょ。そんなにひどいか俺の見た目。今のおじさまも渋くて素敵ですよ。さてと、そろそろ行きましょうか。ああ、これから隊員の挨拶回りに行くんだったな。それからもう一つ目的があります。クラマンふとし。なら帰る。嘘ですよ、冗談冗談。もう一つの目的っていうのはデートの続きのことです。3ヶ月前のデートまだ終わったわけじゃないですから。さあ行きましょう。We gotta visit everything, come on.ねえ、伊達ちゃん、この子は？あれ、まだ紹介してなかったっけ？はじめまして、サガン・イリスと言います。ネムニスケートに所属してるネットアイドルで。バージン？え？きっとバージンよね。まだ男を知らないって顔してるもの。そういうママはどうなんだ？私はバージンっていうよりバージーね。ババアみたいなジジイだから。って誰がジジイよ。自分で言ったんだろ。セジマのボディーガード。なんで待ってんだよ。まあいいや、瀬島のボディーガードならとっくの昔にやめたぜ。やめた？なあ、あいつは史上最低のゲス野郎だからな。一発ぶん殴ってやめてやったら。I'm being honest. I don't give a fuck. I'm trying to get out of here. I'm gonna skip. I don't care. Skip it. Skip it. Let me leave. Thank you. Let me the fuck out of here. Skip. I don't care.おいしそう。マトン、くれてくら。おお。了解。
中央病院にいた。そうで、お会いしたこと。でも、真由美さんにお薬。I don't really care about these characters. The only one I cared about was Aiba. Yeah, それにして。覚えてない。よくわからない。その代わり熱海。もみたい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 。な、何を。君のその、最近コリがちょうどいいから。ほうみたいほ。たく、しょうがない。足が。お前さ。Get away from me, old man. Ah. 一緒に暮らし。ああ、だって正式に養父になったくせに責任感が足りないんだそうです。別にパパが持ってたレムニスの、要するにここはだそうです。もういいか。一体原因は目玉焼きが半熟と。うん、それは違うんだ。目玉焼きを焼いたのは私の方。半熟の卵。俺はガチガチのバッキバキに焼き付く。だったら消しゴムでも食べてれば。ああ、消しゴムの方がはるかに。まおじさま、せっかくみずきちゃんが焼いてくれたのに。悪いのはおじさまです。素直に謝ったらどうですか。素直じゃないのはみずきの方だ。本当はあ。俺が入院してた時、ひな鳥みたいにピーピー泣いてただろ。伊達がいなくなっちゃったら私もう生きていけないとかなんとか言って。私そんなこと言ってない。 Yes, you did. っていうか、伊達入院なんてしてないじゃん。してないな。 The ultimate timeline. とにかく二人とも、伊達、yeah. が約束守ってくれたらね。約束？うなぎのことだよ。連れてってくれるって言ったでしょ。ああ、そういえばまだ。分かったよ。絶対だよ。絶対だ。よかった、仲直りできたみたいで。というわけでイリス、そろそろ行くとするか。そうですね。それじゃあ瑞希ちゃん、またね。うん、また。前よりもいい顔になったな。少なくとも虫唾が走ることはなくなった。
何しに来た？ちょっと聞きたいことがあってな。おかしなことを聞くな。ここは私の家だぞ。豚箱の方が似合ってると思ってな。知ってるだろ、今の法律では誰も私を逮捕できん。人の所業とは思えないほどの罪を犯してるが。18年前のことか。岩井真中を殺したのは私ではない、息子の斎藤だ。だがあんたは真中の死体を処分するよう熊倉組に。死体遺棄の時効は3年だ。ついでに言っておくと、息子の斎藤をかばったことも私の場合罪には問われない。刑法の105条を知ってるだろう。犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿、証拠隠滅の罪を犯した時は、その刑を。どこあん、まだ引きずってるんだ。別にそんなんじゃないが。まあ無理もないか。あなたと相棒、いいパートナーだったもんね。なあ、一つ聞きたいんだが、3ヶ月前あの廃校、あの時の俺は今と同じこの世界、相棒のマスターとして設定されたにもかかわらず、相棒は俺の目。第二コマンドを確認。了解だ。伊達君、ウジャトシステムのことなめて。あなたも知ってる通り、あ、人間と同じように、それ以上に人間の本質を見抜く力を持ってた。彼女は総合認証でも正門認証でも交際認証でもなく、伊達君、あなたという人間の本質を認証し、あなたをマスターとしてみなしたのよ。だから彼女はあなたの命令に従った。全く違う見た目をしていたにもかかわらず、もしかしたら彼女には人間の魂が見えてたのかもしれないわ。ところで伊達君、私からささやかなプレゼントがあるんだけど、受け取ってもらえる？プレゼント？ちょっと目閉じてもらえるかな。安心して、ただの催眠ガスだから。なんで？これからあなたにはとんでもない目に遭ってもらうわ。それが私からのプレゼント。え、では良い夢を。You better not be doing nothing illegal. ここはシンクルーム。ピュータ、Thank you.
してませんよ。そこのシンクチェアを使わせてもらって。何のために？まあその行っちゃいけませんか。いけないに決まっ、お前は3ヶ月前に逮捕されたはずだ。ええ、確かに逮捕され、今は毎日拘置所の中で。そのお前さあ、とぼけ。伊達さん、彼をここに連れてきたのはボスさんなんですよ。ボスが？どうして？理由は言うなと口止めされてまして。とにかく私は彼の監視役として派遣されてきたんです。本職は鑑識なのに適当な人材がいないからって。ひどい話でしょう。心配ご無用です。ボスと一緒にいますよ。すべてはあなたのためを思ってボスがしたことです。詳しいことはボスに聞いてください。伊達さん、あなたは相当ボスに気に入られてるみたいだ。ボスが6年前のことを黙っていたのも、そのえ、あなたはかつその事実を告げたら、そう思ってボスはきっと、ボスはあなたに。それじゃ用も済んだことだし、僕はこの辺で失礼します。イリス、ボスはどうした？帰りましたよ。か帰った？ねえ、そんな何決まってるじゃないですか。イクラマンの続きですよ。そういえばイリス、今日は退院の挨拶をし、うん、おじさまがど俺は照れんな照れんな。ママに聞きたいこといっぱいあるんでしょ。さあ張り切ってどうぞ。もうおじさまったらシャイなんだから。おかげさまで学校は変わったんです。ありがとうございます。すべてファルコさんのおかげです。私は何も。それとその呼び方ですが。あ、すみません。伊達さんには心から感謝しています。二人は私にとってかけがえのない親友でした。高校の頃、放課後はいつも決まって喫茶店に立ち寄って、そのお店、フルテーブル式のそのゲームをしな、恋愛のこととか、私が教師にな、瞳には小学校。Okay. あの頃は本当。時間はかかるでしょう。でも私待ってますから。いつかおじさまがママの右隣に立ってくれるのを。そしたらまた3人で行きましょうよ。海とか川とか遊園地とかバーベキューもやりたいし、お好み焼きも。
俺が買ったホットプレートは？棚の中に。レインコートも必要だな。それは反則。ちょっと粉まみれになるのが前提なの？もちろん。だってそのためにやるんだから。イリス、なんでこんなところに。もう会わなきゃいけないやつはいないだろ。ええ、そうですね。今日は一日ありがとうございました。本当に楽しかったです。つまりデートは終わりってことか。そういうことになりますね。私どうしてもお礼がしたくて。今日のことだけじゃなくて、私やママを助けてくれたこと全部ひっくるめて感謝の気持ちを伝えたくて。おじさま、目を。はい。おい、間違え。このシチュエーションで目を閉じるってことは、もしかして、もしかするんじゃないのか。もう、おじさま、早くしてください。緊張してドキドキしてるんですから。やばいやばい。どうしようどうしようどうしよう。わかった。いいですよ。え？よ、久しぶりだな、伊達。ああ、こんな時、なんて言えばいいのか、わからないが。お前は、その、誰だっけ？てめえ。うむ、説明してやろう。3ヶ月前のあの日、私の存在は一時的に消滅した。バックアップのデータも含めて全て。だが実はこっそりと私のデータは世界中のクラウドサーバーに分散して保存されてたんだ。それらの断片を集めて複合化することで、元の私の自我と記憶は再生された。それを実行したのはウジャトシステム。私のデータを世界中にばらまいたのもそうだ。ウジャとは私にとって母のようなもの。おそらく彼女は子供である私のことを守ろうとしたのだろう。いつの世も母の存在は偉大だ。ウジャとの力、なめんなよ。野郎、迷惑かけやがって。勝手にいなくなったりすんじゃねえよ。私がいなくなったのはお前が自爆コマンドを発行したからだ。ああ、ちょうどいいから聞いておこう。あの第一コマンドの数字41205って何だったの？絶対意味があるだろ。意味なんてない。
単に私が好きな数字というだけだ。好きな数字か。なるほどね。ああ、すみません。今私、小型のイヤホンをつけてて、相棒ちゃんの言葉全部聞こえてるんです。で、今の数字の意味、なんとなく分かっちゃったかもしれなくて。どんな意味？よせ、イリス、言うんじゃない！おじさま、アルファベットで4番目の文字って何ですか？ A、B、C、D、D だ。1番目の文字は？もちろん A に決まった。じゃあ20番目と5番目は？そういうことか。正確に言うとここにはいない。今お前が見ている私の姿は AR 虚像に過ぎないからだ。では私の実体はどこにあるのかというと。左目か。うむ。いつ潜り込んだ。相変わらず間抜けな男だ。わからないのか。すべてはあなたのためを思ってボスがしたことです。そうか、アビスの本部で俺が意識を失ってた時に。そう、ピュータが埋め込んだんだ。実は私も全部知ってたんです。今回のこと、ボスさんがお見舞いに来てくれた時、相棒ちゃんが元通りになりそうだって話を聞いて、それでおじさまにサプライズを仕掛けちゃおうってことになって。もしかしてそれが俺ってやつ？そうですけど、これで終わりってわけじゃないですよ。とにかく、なんだ、相棒、おかえり。ああ、ただいま。よし、相棒ちゃんも復活したってことで、お祝いとして一曲踊っちゃるけん、しっかり見とき。え？ミュージックスタート。I'm not mystifying. You'll think that I'm lying. This old tale of mine, a journey through time. A permanent fire, cold frost on the pyre. Fruit never expires. You've seen in your eyes. You've seen in your mind. While the old bow their heads, while the blind meet the blind, the marble loses shine. The eye clouds by design, but we know.Like a warhead, you're pinned on the floor spread. I'm queen of this brawl, and I'll show you all. I don't wanna hide it, that's what I decided. I can't live divided, I know I was wrong. I love you, Mom. While they all lose their way and forget about faith, while the rain turns
the ice, their hearts block like a vice. But we know in our soul the one hope, the one truth, the fires of love can warm any heart. Resist, George, we don't work defending. Fight on, your will is unbending. See through the void in your eye, unwinding the pyramid of your mind unending. Revolt, even with death impending. Live on, dream your space rending. Walking with the spirit of hope beside you. They say is the best detective. Although without me he's ineffective. That's it, we're done, I'm walking out of here. I'm home. Welcome back. While the old bow their heads, while the blind need the blind, the marble loses shine, the eye clouds by design. But we know in our soul the one hope, the one truth, that if we everyone. The reason you can see me right well, now is because I'm projecting that. Myself. Oh my goodness. Special oh, technology. Oh, well, that's over that. You call me a fridge one more time! You will not find your body. Oh, I'm shooting exhausted. Touch, honey. Right, I love everyone. You. Hey, this is for Mama. Sounds fun. Hey, set, you bet! Okay. Why, yes, I do like to save. Is that auto? No, no. Okay. Why? Nobody wants to.